よっ。噂、本当みたいだな。まあ、こんな噂だからな。話題にはなるよな。俺も安易に乗っかったし。でも、数日もしたらすぐ収まるでしょ。東雲先輩の転校もそうだったしさ。あ、悪い。そうか。まあ、すまんな。サンキュー。でも、暴力事件なんて本当にあるんだな。都会の方では最近よくニュースとかでちらほら見てたけど、こんな田舎でも起こるもんなんだな。3日に1件くらいのペースでは見た気がするぜ。またかって思ってたからな。早っ。あら、おはよう。今日も学校来て偉いわね。椿先生、おはようございます。おはよう。ほら、前向きなさい。何、ともき。体？大丈夫。うん、ほんと。痛くても、ともきには関係ない。そうなの？変なの。ともき、お茶飲む？飲む？わかった。私が入れるね。はい、ともき。ともき、猫に餌あげに行こう。やった！ともき、行くよ。もう飲んだ。
本当でしょ。私は宇宙人？うん。で、ともきは地球人。ねえこ、ねえこ、エッサーエサー。ともきともき。猫って地球人？動物？動くもの？トモキも動いてる。私も。ふーん、変なの。鍵持ってる。それで行く。どうしたの、トモキ。え？トモキ、依頼。トモキには猫触らせてあげない。う、寝ればいいんだよね。トモキ、前言ってた。寝てる時は猫が寄ってきてくれるって。言った。だから今日は私寝る。うん。だからトモキ早く行くよ。ダメ。お任せあれ。ゆえなさんじゃない。ゆえな。何？ともきが遅いから私がお茶を飲んだ。これで屋上行けるね。はい、行くよ。トモキ、テンション高いね。トモキ、トモキ。
猫いるかな。うん、飛べないから。トモキは、トモキは私に、なんでもない。屋上到着。猫、猫、猫。猫、猫いたよ。猫、餌だよ。トモキが猫と目を合わせちゃダメって言ったから。トモキ、猫餌食べてる？まだかな？そう、残念。わかった。そうする。寝てれば猫来てくれる？そう。なら寝る。トモキも、うん。トモキ、ウタの今何してるんだろうね。ならよかった。花火？うん、トモキに見せてもらった動画はそうだった。なんでだろう。
その賞欲しいの？ともきの願い？私も遊びたい。暴力事件？ん？ともき？ダメ。ともきは聞きたいことあるはず。ある。ともきはよく顔に出るから。ううん、出る出る。バッチリ出てた。で、ともきの聞きたいこと何？そこまでは出てない。ある。守りに来たの。地球を、人間を、ともきを。僕ね、地球を、この星で生きるみんなを守りに来たの。うん、守りに来たよ。それと、ともきの言ってる世界の敵はちょっと違う。私は世界の、地球にとっての異物なの。まだ。
ねえ、トモキ。猫、来ないね。僕は宇宙人だよ。今は飛べないけど、トモキと違って空を飛べる宇宙人。湯飲みも割れる。大丈夫、僕は宇宙人だから。どうして謝るの？トモキ、悪いことしてないのに。変なの。トモキ、暑いね。トモキも来なよ。ダメ。いくよ。夏は暑い。お茶は美味しい。お菓子も美味しい。特にパフェ。水は冷たくて気持ちいい。夕映えは綺麗。夜は美しい。塔花火は同じこと言ってる。宇宙人だから。トモキ、お茶飲む？熱いお茶。トモキがグデグデしてるの貴重。宇宙人だから。ううん、宇宙人だから。はい、チーズ。
スマホはすごいね。うん、すごい。うん、地球人すごい。撮って撮って。うん、わかった。トモキと一緒に帰る。今日も。ちょっと間違えた。確率の問題は苦手。椿が得意だから教えてもらってるけど難しい。多分今日はプリンない。トモキは？ただの計算なのに。でも、トモキはたくさん言葉知ってる。ほら、あれ。言う場へ。トモキに教えてもらった。好きなものは覚えられるの？ううん。私は宇宙のことあんまり知らない。トモキの方が詳しい。トモキはあれ知ってる？私の正体。正解。次。宇宙人は UFO を知ってる。知っていない。正解。次。私は地球を何周回れる？正解。次。私の好きな食べ物はパフェ。あ、大正解。トモキ、さすがだね。はい、エッジワースカイパーベルト天体。勉強した。うん。次、数学の問題。変なの。トモキも言うの？トモキは社会に出てないの？
なら私は子供だね。恋愛の歌？恋愛の歌。うん、わかった。気にしない。また明日。空見てる。全然。でも星は綺麗。ともきも？いいね。見える。うん。わかんない。
余裕で耐えれるね。トモキは飛びたいの？楽しいの？適合したら飛べなくなるよ。そう、トモキは優しいね。トモキ、また空を飛びたいと思う？どっち？なら、誰が決めるの？そう、わかった。椿がもう寝なさいって言ってる。おやすみ。トモキ、おはよう。おい、挨拶されてるぞ。おはよう。あ、コウセイもおはよう。あ、ゼリハさん、おはようです。なんかいいな。ゆずりはさんを好きとかそういうのじゃねえぞ。なんか女子に呼び捨てされるのっていいなって。ああ、いい。でも俺はこれが勘違いって気づいてるぜ。ああ、ああいう距離のことはつい勘違いしちゃうんだよな。呼び捨てで呼び合うってのは仲がいいとできないだろ。実際仲はいいと思うんだが恋愛感情ではないみたいな。な。
ああ、漫画ではそういうシーンばかりだ。おい、ともき、どうした？顔変だぞ。安心しろ。お前とゆずりはさんは仲いいぞ。そもそもゆずりはさんを呼び捨てしてるのお前しか知らないし。あと、普通に女子と会話してる時もたまにお前の名前出てるぞ。マジで。マジだって。だから安心しろって。はいはい。テストめんどいよな。多分大丈夫。私英語は得意だから。言ってなかった？ん？本当？片言英語？来ちゃった。パフェテロ。うん、ここへ来た時最初に覚えたのが英語。そう、この星で一番使われている言語が英語だったから。でも友樹は違う言語を喋った。だから学習中だった英語をやめて日本語を覚えた。そう、英語はここへ来る前にちょっと勉強してた。違う、飛びながら暇だったから。この星で一番使われている言語が英語ってことはもともと知ってた。使う予定はなかったけど覚えてみた。だからこの名前。うん、何も。何でもないでございまする。日本語は苦手だから。友樹がいきなり話しかけてきたから。うん、何でもない、大丈夫。違う。言えない。あ、ともき、違う。違うくて、違う。
友樹に教えたくないじゃない、言いたくないじゃない、言えない。違う、この星の言語では喋れない。無理。この星の人間は空気を震わす音波、それが耳に届いてそれを音として認識する。でも私の星にこの星と同じような空気はない。だから発生の仕方がそもそも違う。無理。ごめんね、ともき。嬉しい？うん、この星のことはいっぱい勉強したから。喋りたいの？どうして？ん？そう、心。ないこともないかもしれない。わかんない。でも言えないことはたくさんある。え？気になるの？私？ともきはどうして私だと気になるの？思うから思う。よくわかんない。覚えておく。私とともきは仲がいいの？仲いいの？どうしたら仲がいいの？仲がいいとどうなるの？歌のと、ともきといたかったから。
ね。なら、ともき。ともきは今、私が心で何を思っているか、わかる？ダメ、考えて。ともきの？じゃあちょっと触る。ともき、ドクンドクン言ってるね。私は？ダメ。そっか。どうして？あら、お楽しみ中かしら。仕方ないわね、外を出ておこうかしら。いいわよ、分かってるから。失礼ね、分かってるわ。はい。にゅっ。バカね、そんなの必要ないわよ。あ、でもこの間に入ってきちゃダメよ。いずれわかるわ。最近ユエナちゃんよくやるのよ。そうね。そんなことあるわけないじゃない。うん、この星では時間は常に一定方向へ流れている。私も例外じゃない。この星というより宇宙に時間は流れている。その大きな流れに私たちは接続して存在している。誰にでも時間は平等ってことね。そうでもない。あれ、この星の人間は時間を忘れることができる。すごい。ともきも歌のも部活が終わるときによく言ってた。もうこんな時間かって。そう、ゲームしてる時も空を飛んでた時も時間を忘れていつの間にか時間が経ってる。そうやって時間を忘れることをこの星の生物はできる。
あまりそういう実感はないけれどね。それって私たちがすごいってことかしら、ゆえなちゃん。うん、椿たちすごい。本当に嬉しいわ、ゆえなちゃん。好き好き。おお。何？違う。何よ、いいじゃないね、ゆえなちゃん。椿、邪魔。そんな、ゆえなちゃん。やっぱ、少し物足りないわね。いえ、何も。私も、私たちも、もともとは時間を忘れることはできなかった。でも、教えてもらったから、今はできる。地球人。違う。違う。わかんない。だけど地球人に教えてもらった。今から多分2000年前くらいに。だいたいそれくらい。キリストに会ったことあるのかもしれないのね。羨ましいわ。別にそんなことないわよ。キリストって何？椿。キリスト？神の子だって崇められた宗教者よ。ほら、西暦1年はキリストが誕生したとされる年でしょ。今は西暦2028年だから、およそ2000年前ならキリストが生きていた時代にすでに宇宙人はこの星に来てたってことになるわね。ううん、会ってないよ。絶対会ってない。言い切るのね。うん、言い切る。ないよ。そんなに生きられないから。どういうこと？まあ、私も信じるわね。1万年、そんなあるわけない。むしろ逆。うん、私たちの寿命はだいたい15年だった。15？ そう、15。14。トモキと一緒。ツバキとは。ユエナちゃん、その先は言わなくていいわ。
どうでもよくないわよ。女性はね、年齢は大事なのよ。はあ？え？別に寿命とかじゃないわよね、ゆえなちゃん。うん。だったって言ったのが聞こえなかったかしら。過去形から勉強し直しますか。私、国語教師ですが。好きな子のことになると周りが見えなくなっちゃうタイプかしら。違うの？違うの？青いわね。あら？私は行くわね。つばき、バイバイ。じゃあね、ゆえなちゃん。それと、気をつけて帰りなさいよ。特に、ともきくん。ね。たちと同じくらい。そう、誤差はあるけど、地球人に時間の忘れ方を教えてもらって、今はそれくらい生きられる。昔は平均15歳。そしたら私はここにいなかったかもしれない。それは知らない。うん、私は教えてもらってない。緊急連絡です。緊急連絡です。部活動および校内に残っている生徒は直ちに帰宅の準備をしてください。繰り返します。部活動および校内に残っている全生徒は直ちに帰宅の準備をしてください。大丈夫。ごめんなさい。うん、大丈夫。決めた。
放送は聞いたかしら。今すぐ帰宅しなさい。これは命令よ。あ、ごめんなさい。つい癖で。命令は言い過ぎたわ。でもお願い。今すぐ帰宅して。明るいうちにね。それは…椿、教えて。ユエナちゃん。公にはなっていないけれど、これは事実だから言うわ。1年生のとある生徒が殺されかけたわ。トモキ君、落ち着きなさい。ま、無理はないけど。かなり派手に殴られて病院へ緊急搬送されたわ。外傷は目立つけど、一応命に別状はない。犯人は逃亡しているけれど、すぐに捕まると思うわ。でも、今学校にいる生徒の帰宅タイミングを一致させて、なるべく集団で帰宅させることが今は大切。それと、明るいうちにね。というわけで、帰りなさい。うん、わかった。大丈夫。トモキは僕と帰る。よろしくね、ユエナちゃん。それと、今はこの辺は警察と、それとある組織が警戒しているから安心しなさい。そう、私の仲間。話してた？ああ、これね。あなたのこと、バレてたわよ。そんなんじゃないわよ。さ、二人とも早く帰りなさい。おっさんたちがちゃんと見守ってくれているわ。あ、おっさんだろ。ね、何かしら。異常事態、どうして。どんな風にかしら。そう、トモキ君、そういうことがあったらちゃんと誰かに連絡、相談しなさい。急に大声出してごめんなさいね。その時怪我とかはなかったかしら。うん、僕がトモキを守った。うん、ありがとう、ユエナちゃん。そうね、まあ異常事態だわね。それで聞きたいことはそれだけかしら。トモキ、そうって言ったらあなたはどうするのかしら。面白いわね。じゃあ答えを言ってあげる。ノーよ。
ゆえなちゃんが来たから始まったことではないわよ。安心しなさい。本当だわ。ゆえなちゃんが来たからでも、他に宇宙人が来たからでも、宇宙から来た変な光線のせいでなんてことは一つもないから安心していいわね、ゆえなちゃん。うん、ともき、安心して、僕は守るから。大丈夫、パフェテロ。ほらほら、イチャイチャしてないで早く帰りなさい。イチャイチャって？あ、トモキ。椿、バイバイ。はーい。気をつけて帰りなさいね。あ、私ここの鍵持ってないんですけど。異常事態ね。こんなもの、異常事態でもなんでもないわよ。でも、ゆえなちゃん、あなたがここにいること、それこそ異常事態なのよ。漫画？トモキ、これは漫画じゃない。何？さあ、椿は椿だったよ。トモキ、何見てる？宇宙天気予報？数えて何するの？ふーん。私のからは？残念。ねえ、ともき。時は怖い？今が、この世界が
あと僕が。怖いって思うのはいいこと。うん、怖いって思うから生物は危険から逃れられる。だから怖いって思われるのは何も問題ない。大丈夫。ありがとう。でもトモキは私のことを嫌っていい。そう？うん。どうして？異常事態なのに。トモキ殺されちゃうかもしれないよ。よくわかんない。遅い？トモキ、それ褒めてる？褒めてない。トモキと世界は僕が守るよ。トモキ、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 トモキ。トモキ、ありがとう。あと、ユエナさんじゃなくて、ユエナ。飛ぶ。トモキ、手伝いとまえ。僕ね、空を飛べるようになる。ひょや。
何？ともき。わかんない。でも、僕は頑張る。大丈夫。そうだね。わかんない。ね？飛びたいからだよ、ともき。この星で僕だけが空を飛べること、ともきも歌のも怖がらなかった。で、一緒に飛んでくれた。楽しんでくれた。だから飛びたい。もう一回、ともきと。大丈夫だよ、トモキ。そう？嬉しくない？トモキは優しいね。トモキは私のこと考えてくれているから優しい。ともき、嬉しい？気持ちいい？やった！ともきは、もう一度空を飛びたいって思う？なら、連れて行ってあげる。どうしてもヒュイーって飛んで、ヒョヤーって飛び回る。地球も100周だってできる。うん。だから私ね、飛ぶ練習する。トモキも手伝ってね。うん、あるよ。
見てて。うん、見てるだけじゃない、見てて。違う。そうなんです。ありがとう、トモキ。明日から部活で練習だね。部活、楽しみだね。部活、部活。バイバイ、トモキ。トモキ、トモキ。